イセタン・ザ・ジャパン・ストアは、マレーシアのクアラルンプールにある、商業施設である。三越伊セタン・ホールディングスの現地法人と、海外需要開拓支援機構との共同出資により、クールジャパンを世界へ発信することを目指し、既存店を改装して2016年に開業した。三越伊セタン・ホールディングスの連結市会社である、イセタン・オブ・ジャパン SD ・ SDN、BHD と、 海外需要開拓支援機構は2014年9月に共同出資による子会社 ICJ デパートメントストア SDNBHD を設立した。出資比率はイオジ 51%CJ 機構49%であった。ICJ はイオジがクアラルンプールで展開していた4店舗うちの中心繁華街の商業ビルロット10内にある百貨店を クールジャパンをベースにした店舗に全面改装することとした。前身となるクアラルンプールイセタンロット10店は1990年開店で年間売上高は日本円換算約19億円であった。当初の新装開店予定は2015年10月であったが1年ずれ込み2016年10月27日にオープンした。オープン当日には開店前に 約1000人が詰めかけた。店舗面積は約1万1000平方メートルで LGF から4階までの6フロアからなる。売り場構成は日本人の4つの美意識、雅、行き、仙、元と、日々の暮らし、食べる暮らす過ごす遊ぶ学ぶをテーマに編成される。LGF、ザ・マーケットは和惣菜や日本酒、日本から直送された生鮮食品などを扱うデパ地下となる。 GF, ザ・ミュージアムのエントランスには建築家の電光号と K, 友ン,ンの老舗センサトシとのコラボレーションによるインスタレーションを設置、美術工芸品や日用雑貨などを販売する。1階、ザ・スタジオはファッション中心のフロア。2階、ザ・ルームでは、寝具や化粧品、リビ美容家電などを扱う。3階、ザ・キューブでは、 日本の伝統カルチャーを体感することができるワークショップや書店が入る。4階、ザテーブルは2017年1月オープンのレストラン街で寿司店、和食店、焼肉店、とんカツ店、焼き鳥店などが営業する。内装は伊勢丹新宿本店のリニューアルを手掛けた丹下都市建築設計の丹下のりとかとマラスの森田康道が担当。全体を 日本庭園に見立て、各界にピックアップ商品を陳列するアズマ屋を設けた。取扱いブランド数は820で、そのうち約500ブランドがマレーシア発進出となる。三越伊勢丹ホールディングス海外事業本部海外、MD 部の部長は、この店舗は大型のセレクトショップのようなものであり、あえて顧客層は想定せず、プロダクトアウト型で商品をセレクトしたと述べている。 2016年10月1日には、フランスのパリ日本文化会館内に、小型店、ザジャパンストアイセタン三越パリが開店したが、これは、三越イセタン HD の単独事業である。モナシュ大学マレーシア工准教授の渡辺剛は、マレーシア人店員の商品知識不足と、マーケティング不在を指摘した。著述家の古谷教皇は、 約2万円の山梨県産武道をはじめ価格帯が極端に高価であること、クールジャパンを標榜していながら、日本初ではないコンテンツのスターウォーズシリーズやアナと雪の女王を全面に押し出していること、書籍売り場には日本に関する商品がわずかしかなく、インテリア的な要所が幅を利かせていることなどを指し、傲慢と持ちが招いた世紀の失策と酷評した。業績は低迷。 2017年度の売上高は35億円の目標に対し16億円にとどまり営業損益は5億円の赤字であった。CJ 機構は2018年6月に保有する ICJ の株式をすべて異オジに乗とすることを発表した。松屋から CJ 機構の社長に転身した大田信幸は三越伊勢丹の社長であった大西洋とコニであり、 日本経済新聞が関係者の段として報じたところによると、本店舗は両トップの中で実現したとのことである。ありがとうございます。